こんにちは。昭和回想。今回は1980年12月まで遡ってみたいと思います。ちょっとね、1980年やっぱり私にとっても特別な、まあターニングポイントというかですね、節目の年だったので、このあたりガチッと固めてしまいたいなといったところです。今回一緒に辿ってくれるのはね、思いっきりね、広告にも出てきましたね。はい、こんな感じの、この、ついこの間もね、出しましたけれども、M3級と、そして、中の広告に出てきます、ウェスタームズのシビリアンですね。はい、このあたりね、一緒に、自分も出演しているというところでね、楽しんでくれたらなというふうに思います。まあ、これ、ミント品のものではないですけれどもね、ずいぶん後にオークションで手に入れた、塗装もされてますし、はい、じゃあ遡っていきましょう。広告早速ね、今回表紙はですね、はい、後でまあ説明しましょう。でまず見開きのところですね、またシールがちょっとなくてあれですけれどもね、国際のパイソンね、今回もねちょっと年表割愛します。年表は全部やらなくてもいいなと思ってるんで、節目節目でやりましょう。はい、そしてここはちょっと押さえておきたい広告ですね。心ときめいたお友達も多かったんじゃないでしょうか、ね、こういう感じでね、発売接近のニューモデルっていうことでベレッタの84出ましたね。これびっくりしました、私はね。はいはいはい、こんな感じですね。ねえ、こんな感じです。このブローニングのって出たの、まあいいや。それからしばらく飛ばして、本文記事はですね、今回のやつはですね、なかなか充実なんです。やっぱりこれもね、まずですね、リボルバーということでね、一郎永田氏の PPC カスタムですね。これがものすごい、やっぱりこれ今この記事読むとこのカスタム売れたの分かるよねって気がします。私はちょっとリボルバーのね競技銃あんまり興味がなかったんで、そしてね、高野氏のね、ワルサー P5 です。これもね、MGC から発売の噂出てましたけれども、残念ながらこれは出ませんでしたね、モデルガンとしてはね。このね、ワルサー P5 の方のレポートの方は、なかなかね、これも見物ですね。はい。それからですね、この P5 の実写のところですね、はい、高野氏の奥さんがね、ショートパンツで出てます。ちょっとっぽいですね。はい、随分ね、我々眼中坊のねアイドルだったような気がします。はい、よく雑誌を学校に持ってきてね、ああだこうだ言ったもんです。そして我らが CMC の広告、こうお見せしましょう。はい、これ以前もお話ししましたけどもね、 MGC のランダルとは2味ぐらい違ってるね、このCMC のねランダルはね、サドもねバチッと硬くてね、すごかったですよね。でこれはうちにありますので、そのうちね長物がね何年かしてね、何年かっていうか来年か今年なのか分かりませんけど、先行って紹介するときにはまあ最初の方にねご紹介したいなと思っていますね。ストックすごくいいです。ただここ1、2年様子を見てないんでキープできてるかどうか分かりませんけれどもね、ここ押さえておきたいですね。 CMC さんもねプロバックカートの部分に関して、まあ、パテントを申請しているというところですね。いやーかっこいいですね。 CMC さんらしさがね存分にこう出てますね。写真がとにかく綺麗でしたよね。そして丸郷さんですね、もう二次規制から3年ぐらい経ってますから、2、3年経ってますんで、もうあらベリッタって樹脂モデル充実ということでね、はい、こんな感じで楽しくなってきましたね。はい、ブーメランね、この間どっかの国の大統領がね、前の大統領が機密文書を家に持ち帰ってんのがけしからんって言ったら、てめえんところにも思いっきりあったっていうブーメランがね、後頭部に突き刺さっておりましたね。はい、それからねこれですね、ここはねどうすればいいか、大丈夫かな、コマを見しちゃってね。はい、国際ですね。もうやっぱりねこう国際の強みっていうか、この当時のやっぱり強みだったのは金属モデルとね、樹脂のモデルをねもう完全にね併売っていうかね、流れとしてね、まあ、マルシンさんもそうなんですけれどもね、特に国際の場合は
あのデザイナーをねやっとあと現地取材ですよね。それによってバンバンとね、まあ、やっぱりある程度投資すればってことですね。そしてこれが、シングラクションアーミーね、はい、シビリアンモデルファーストドロースペシャルということでウエスタンアームズの、はい、こんな感じですね。はい、限定発売1万円ファーストドロースペシャル。あーだからな、うん、横浜だから行けばよかったんですけどね。ということでこうですね、はい、ね、あの時々しかもう引っ張り出さないんですけれども、やっぱりこのウエストアームズのやつなかなかね私はよくできてると思います。このね、バレルの中のウエイトがね当時は正直ねうわーって感じだったんですけれどもね、今にしてみるとこれのおかげでやっぱりねバランスがいいし、今の私なんかでしたらもう下手すりゃほんのほとんど閉塞されちゃっててもいいダミーカートモデルでもいいかなみたいな感じですね。ウエスタンアームズの広告でした。でこれはね山本さんですね。これはお顔は隠した方がよろしいんでしょうね。はい、こんな感じでね、女性がこう出てますけど、セリフがね、どうすればいいんだ、なんか貼ればよかったな、こうすればいいのか、ブローバック軍団っていう、もうモデルガン接近とかね、ブローバック軍団とかね、なんで山本さんのところはそのこうネーミングがちょっとなんかおやっていう感じでそそるんでしょうか。はい、こんな感じですね。いいですね。あのもうすっきりとオートって割り切って、まあ、MGC のね、中心の代理店さんですからこういう感じになるんでしょうけどね。いい感じですね。はい、非常にねやっぱりこの80年代になるとカラー広告全然綺麗ですよね。でハドソンさんもねこんな感じでね、はい、AK の後、ね、私と同じ失敗をしてますね。やっぱり赤に赤茶系のねストックがなかなかね似合わないんですよね。私の場合はこの赤の敷物はねこの動画再開した頃の初期は使ってませんでしたけど、もともとはあのブログの方でね静止画を撮るのでもう赤ばっかりでしたね。時々青っていうのはありましたけれどもね。であと気をつけなきゃいけないのは明和さんの場合はこのね当選者の方のところの、はい、明和模型さんですね。今回はグリップがすごいですね。ドバッと相変わらずの情報量の、素晴らしい広告だと思います。とね、この後またね JC さんのね、ツアーですね、射撃ツアーね。はい、それからこちらは懐かしの広告って感じにもなってきましたね。このコーナー見ていただいている方にはね、ただやっぱり中身の写真がね、こまめに差し替わってね、はい、素晴らしいですね。はい、この辺行きましょうか。話題の黒いモデルガンっていうことで強化プラスチックということですね。こういうことなんですよね。ですから我々も私ももちろんそうでしたけれども、やっぱり樹脂製のモデルガンが持ってるその黒光り、はい、これ最初から黒いモデルガンがいきなり樹脂にされたらこんなに樹脂モデル私流行ったかどうかわからないんですよね。よしあしは別にして間に一時規制が入ってすいません、モデルガンが金色にされちゃったっていうところからふつふつと樹脂製のモデルガン出てきて黒い肌っていうね、あの MGC のハイパッドみたいに黒くそして重いみたいな感じのね、やっぱその黒さ重厚が抜けているっていうところにみんな樹脂はこう走ったと。でこのあと規制強化されてるとしたらもうそれはもうおそらくですね、私が一番懸念してるのは、はい、あのもう鉄砲の形したもの全廃と、もう金色にしようが重厚塞ごうが鉄砲の形したものはダメよとかね、あるいは弾の出るものは一切まかりならんとかね、まあそんな感じのね、かなりもうエキセントリックな法律になってきちゃうのかなっていう形でね、すごく心配しています。すごいですね、楽しさまとめて3日間ね、
またこの辺りでイベントってやってくんないかな。まあでももうわざわざ今氷川丸使わなくたってねって感じですよね。はいはい。そしてね、どこ行っちゃったんだろうと思ったらやっと来てくれました、上六さんですね。また今回もね、今回もね、どうしてこうやって毎回スライド引いちゃってますよ。ニュータイプね、マルシンさんのやつですよね。疑似ショートリコイルになったやつですよね。とちゃっかりね、ハイパワーにストックがついてたりね。でパッともう CMC さんのね、まあ、新製品というかあれも出ててね、もうやりたい放題ですね。あと無稼働ガスなんてのももう下の方にもこう出てきててね、素晴らしいですよね。ちょっとまああの、あとこれワイルドエンブレムお持ちの方いらっしゃいましたね。どなたかねコメントいただきましたよね。なんかあれだな、私はなんか心のどっかで本場目横の近くに住んでたんだぜってのあるけど、コメントとかライブとかで皆さんのお話聞くと関西とか西の充実は素晴らしいですよね。これもいいですね。でホビーさんね、はい、ありがとうございますって感じで、ガンシップさんこんな感じですね。見てくださいね、ここビデオ設置っていうところ、もうねほらレマーゲン撤去出てますよ。レマーゲン撤去、ちょっと戦争の腹渡順次放送しますのでご期待ください。これいいのかよっていうのありますけど、ね、これ長文さんいいですね。もうあの母体ができてきてるからね、あのハイパワーどんどんこうね、当たり前のようにやっぱハイパワー並んでくれるっていいっすよね。私も何丁も持ってるんですけど、結局あれどのぐらいバリエーションあるのか、の母体がつかめていないんで、まあ我が家にあるのは順次ご紹介していきます。出てきたらこれの意味が分かんない、この雑誌何なんですかっていうね、雑誌っていうかもう本ね。はい、それからね、国際の方はね、国際キャップね、この間ね2号棟の時お見せしましたよね。ボロボロになっちゃったのね、あれが発売されたということと、なんかそれにはなんか特徴があったらしいんですよね。何にも記憶になかったです。でこのカートリッジだけをこのぐらいのスペースで宣伝するって珍しくないですかっていう感じで、でまあいつも申し上げてますけども、だんだんね、実物のねものが、この辺なんか法律っていうかあの輸入の方のあれも変わったんだと思うんですけどね、どんどん出てきてる時代ですね。そして最後裏表紙のところは、はい、ズバッとね、はい、M39 ですね。この間コメントでやり取りさせていただきました。明らかにスライドの質感が違いますね。はい、最初のこのモデルはだから59のスライドそのまま載せたっていう形になっていて、で、私のこの世代のやつ、これ CP 世代ですけれども、これのやつになるともうほとんどこれ同じような感じになっていると。だから初期のものは ここのなし字仕上げの雰囲気ですよね。まあそれがね、上に乗ってたっていう感じみたいですね。はい、ということで、1980年12月号のね雑誌の広告から当時を回想してみたんですけれども、評判はちょっとわからないんですけれども、少しね本編記事の方もねおさらいでご紹介しておきましょう。まずですね、さっき申し上げましたね、P5 のところでね、はい、あの奥様ね、これは狙って撮ってますよね。高野氏も完全にね羨ましい。それからマニア登場ということでね、この頃はあのガンマニアのね皆さんのね、お部屋とかねコレクションを紹介するっていうコーナーが定期的にね、定期的っていうかほぼ毎号あったのかなっていう感じですよね。でそれからね、床井さんのねルガーミニ14スラッシュ 20GB のね実写レポートが入ってます。カラーで迫力あります、これなかなか。そしてね、であのガンのメカニズムっていうことでね、コルト25ですね、ポケットオート、これがねカッターウェイでね、実銃のカッターウェイとあとまあ分解等々のやつでですね、結構細かく紹介されています。これも高野さんが紹介してますね。これ見ものですね。はい、こういうの忘れちゃいますからね。でそれからなんと嬉しいのは、これ多分
ウェスタームズの発売とかとね、かぶせているんだともちろん思いますけれども、シングルアクションアーミーのね、レポートがジャックさんがやられていますね。ヒートブルーの綺麗な、ね、シングルアクションアーミーでねブロック打ったりなんだりしてますね。はい、そんな感じでね、なかなか実銃レポートの記事の方もねいい感じになってますね。あ、それからですね、ここはあれですね、またやりましょうね。ガンレンタル会社ですね、ハリウッドで、ステージガンっていうんですかね、これどっかに、ね、出てないかな、ステージガンって呼び方してるのかな、ガンレンタル会社としか書いてないですね。ナポレオンソルで使われた銃とかね、ゲッタウェイの中でね、スティーブ・マックインが作った45と M1911 とかね、はい、ストレートブローバックにするためスライドの内側にあるリコイルロックを完全に削り落としてある。マガジンを見て分かる通り使用薬莢は9ミリブランクと、マガジンにね縦筋ちょっと絞られててね、9ミリ用になってますね。これはね、ですからこれをねステージガンとかねプロップガンって言い方はね、おそらくこの記事の中のどこにも出てこないですね。はい、はいはいはい、まあ、こういうのをね、レンタルしている会社の、はい、紹介です。これは面白いですね。 Mac9 のイングラムなんかも出てますね。あと、ちょっと私、あ、はいはいはい、この別の実銃レポートではね、例のあの AR7 ですね、 AR-7 エクスプローラー、この後ウエストアームズがね、モデルガン化しますね。なんかこのやっぱり流れが今にしてみるとありますね。雑誌で紹介されて、でそのままあのなんていうんですか、モデルガン化されていくっていうのをこの時期からもなんか確立しているような気がしますね。こんな感じですね。もう表描写は PPC カスタム、こんだけ綺麗な写真見ちゃったらそれは若者買ったでしょっていう感じですね。私はねちょっとあんまり興味なかったんでね、あ、いけね、忘れてた、はい、今日はちょっとね座右に置かせていただいております。説明とちっちゃいけないんでね、最後にちょっといただくことにしましたということですね、はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとね年表もなくて寂しかったかもしれないんですけど、このやり方もいいですね。楽しいですね、シングルアクションアーミー、なんでこんな楽しいんだろう。もうこの去年の年末からね、もうこればっかりですよ、もう本当にいい音聞きましょうね。はい、ということで昭和回想、今回は1980年12月、このあたりのねモデルガンが発売された頃の、広告遡って楽しんでみました。ではまた。